ザルなんて言えないわ。うん。そう、これがゴーストリコン。ちゃんと偵察して。はい。ちゃんとって言っても、まあ、偵察も人頼みだけど。本当な。お前早くね。今のスピードキルすごい。武器ケースがあるぞ。新情報だ。パンポアナ付近、コカインラボに改造したカルテルの漁船があるらしい。ちょうどいいターゲットだな。ラボを潰し、LA ミサイルに圧力をかければ。ちょっと痛い痛い。ああ、死んでる。捕まえれなかった。あいつ捕まえて、あいつ。あ、降りた降りた。あ、降りた。わらわら。ヘルプ。は？え？俺四角長押ししたのにさ、なんかエルボー食らわせたんだけど。エルボー殺してんじゃん。ゲット。はい。次の目的地は、じゃあどこにしようかな。右上じゃね？またその前に下の地域の武器回収やっちゃおう。パーツケース乗った。はい。近いな。近い。あ、この距離なら。お、ヘリの方が早かったな。降りる方向もちょっとね。あ、怖い怖い怖い。あ、怖い。シャレにならんぞ。クッソじゃねえ。降りるぞ。あ、ここなんかドンパチできそうだな。よっ。ほんのちょっぴりのカルテル。しょぼ。おしまい。ここに武器ケースがあるぞ。これは使えるな。M1911。じゃあヘリがもう1機あるからこれで A 地点武器。うん。あ、これミニガン付きだ。おおお。あ、待った、ユニカス。こう。あ、本当だ。落としていいのかな、これ。機銃弱いぞ、これ。いや、ヘリ相手なら弱いこともないと思うんだけど。ひどい。ダブル走者。ちょっとここも走者しちゃおうかな。おお、うまくまだ察知されてないけど。どこに、こっちか。あ、いた。当たらない。当たった。もう増援が来る。お、増援車両いい感じ。どれが増援車両だ。あれか。オッケー。あれ、真下にいるのか、これ。見えない。敵どこだ。わかんねえ。あ、いや、降りよう。うん。あ、やべえ、プロペラが行く。いった。おうおう、だいぶ狙いやすくなりましたね。そうそう、ついにねレティクルがついてね狙いやすくなったんですよ。ただスピードが下がったけど C4 っぽい。え、ちょっと待って待って待って、絶対どっかに入り口があると思うんだけど、あれ、あ、ここだ、ここを蹴破るんだかよっ、なんだよ、なんでもかんでも C4 ってね、いいなおーっと危ないプッシュマーク。じゃあ次はファストトラベルしよう。あ、武器ケース、パーツケース1個ずつあるのか。どこ？ね、おころチャーリー行こう。あ、暗い。ミニガンを乗せたヘリから熱源センサーで敵を索敵しながら撃つっていう鬼畜っぷり。いやいやいや、鬼畜なのは結構前からだけど。あ、カルテル満載。偵察。お？あ？お？なんだ今の。ずいぶん高いところにいるね。じゃあダイナミックエントリーしようと思ったんだけどさ、やめた。そんなにヘリが大事？楽しいじゃん。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。警報器ある？見てない。おう、サブマシンガンを持ったやつを見つけた。おっと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 、何撃ってんだよそれの確認が警報器ないってのはいや、まあこっちに来るからそっち楽でしょ多分。発見されてるけどな。どっとっと、ああ、上にもいんのか。あ、届かない。いてててて。よし。さあ、情報をいただいちゃおう。あ、重い重い重い。おお。どんだけミニガンで暴れてんの？ゲームがすげえ重たい。うん、めっちゃ重い。至るとこで爆発が。それのせいだ。あー、重い重い重い、バリ重いなんだなんだ、スキルポイント。ちょっとめっちゃ重いんだけど、ここなんだなんだなんだ、こんな重い。で、情報調査。位置情報だ。オコロにあるコカベースのラボのようだな。潰しに行くか。もちろん。エル・エミサリオの仕事を妨害すれば表に出てくる可能性も高くなる。いつまで奇獣ってんのもういないけど敵よし。あ、ボーナスメダルが途中にあるな。ついでに持ってこようか。車乗った。あ、この辺機動性が良くて使いやすい。敵がいないといいな。どうだろう、若干目かな。下ろして下ろして、どっか下ろして、ここ。はい、降りた。行ってとんでもねえとこ寄りしやがってちょっとやべえやべえスポット OK。 ものすごくばらけてるけど全然当たってないけどばらけにばらけまくってるけど、はい、メダル、はい、あ、スポーツカーある、ゲット、地雷1個追加、地雷か。さて、ストーリーミッションタイム。プエルトグランデの近くの漁船がコカインラボとして使われているという情報が入ったわ。ラボを見つけて破壊して。これ船に乗んないといけないね。なるほど。ああ、大丈夫大丈夫。なんかチョロ Q みたいな。チョロ Q 速いんだけど運転しにくいんだよなこれ。船ある、ここマークはあるけど。あったしょぼいくそしょぼいんだよこっちで行くけどなんで座席に今座ってたの到着いやーねえ、敵グループを発見。ここだ。反乱軍にエリアの偵察を要請した。あいつで5人だ。散らばってんねえ。こいつ潜るのってどうやってやるの？丸ボタン。ああ。これ登れっかな？登れない気がする。そっち行こうかな。ただ丸ボタンで潜水してもね、数が上がっちゃうんだよね。上がった。おい！それサプレッサーついてた？ついてねえ。いやーはあ、こんな無防備なところで戦闘を起こして、あいつは終わりだ。あんな遠くからお、あ、登れない。敵もなんかすごいとこにいるね。みんなよくわかんないとこに散らばってる。ボス、こいつを沈めるには爆薬が足りない。どうする？必要なものは揃ってる。ガスの栓を開けるだけでいい。船を沈める。ガスボンベを開く。まだ敵がいるっぽいんだけど。いる。あっと。いた。何喋ってんのかわかんねえよ。ガスボンベ、はい、開けた。ヒューズボックスをショートさせる。これだ。いや別に爆弾を蹴ってわけじゃねえよ脱線を開けた。あとは火種だな。で、もう出しかな。ちょっと待て。逃げるぞ。爆発するぞ。ここ早く逃げないと。急げ急げ。いや爆発起こしてるしヘリあるじゃん。やっとる。4321ボーンワンテンポ遅いなやっぱ爆破は最高だな。よし。エルエミセリオはおじいちゃんに生顔を剥がされることになるかもな。やつを追い詰めて出てきたところを捕まえるんだ。次の目的地、ここ。心にある魚肉加工工場でカルテルがコカペーストを作っているそうよ。ちょっと待って。こう登れない。俺もボートで行くからちゃんと。はあ。危ねえ。危な。何これ。オーブンとミキサーをすべて破壊。よくわかんないミキサー。コカクッキングって書いてあるけど、多分コカ関わりのそういう装置を破壊しろっていうことじゃない。コカ作りのキッチン。コカズキッチン。コカズキッチン。いいとこ降りたぞ。危ねえ。バレる。バレた。あら。はい、ちょっと水から這い上がれない。警報ある。まあ、俺は安全なところです。ドローン。あった。壊した。ナイス。え、そんなとこにもう一つあった。あった。あれ。待って、ヘリ飛んでる。これ EMP でしょ。もうちょっとこっち来い。あ、ダメだ。HDI。ああ。そっから警報打てない。壊した。これでもう来ねえな。すげえ敵めっちゃいるここ。あれ、これなんだこれ。あ、中に繋がってる。おっと。やっべ、死ぬ。ここ敵の数がさ、すごいやばい。どんどん来るなここ。どんだけ。フラグを投げる。よっしゃ。あ、ついでに。壊しちゃうこれ。あ、オーブンとミキサーって一般人が想像するようなものじゃなくて業務用のオーブンとミキサーだこれ。フラググレネードだ。あと1個。フラグを投げる。あ、ミスったフラグ。あとこっちのオーブンをグレが切れたから四方ペタッとやって。爆破準備完了。発火でナイス。次あれ、パック語りから。あ、来た通信が。お前たちがオクロを襲ったことで、エル・エミサリオは神経質になっている。生産力が大幅に落ちていることがエル・ヤヨにバレるのを恐れているのだ。で、本題はエル・エミサリオは生産力の埋め合わせをするためにオクロの病院をコカインラボに改造するよう部下に命じた。あのクソ野郎。カルテルに病院を占拠させるわけにはいかない。オクロの人々にも我々にとっても欠かせない施設だ。すでに何人かメンバーを送ったが人が足りない。援軍がなければ長くは持たないだろう。今から向かうと仲間に伝えてくれ。ここに武器ケースがあるぞ。武器ケースがあるよ。エルエミサリオもさっさと出てこないとそのうち仕事がなくなっちまうな。それが狙いだ。俺それ取ったかな。遊べないな。SMG だ。じゃあ次の目的地は病院がどうのこうの。ああ、パーツケース回収しよう。これラストだわ、補正ストック。この地域で。俺なら操縦できる。乗った。おお、サブカーあれまさか。あ、違う。大丈夫、大丈夫。待てよ、飛んでる間は偵察が使えないから一回降りて、この辺。はい。偵察モード。迫撃砲があるよ。ちょっと待ってね、電源装置がありそう。どっかに。ゲートもあるし。おっ、あった。発電機を破壊。あとはここから。あっ、固っ。あ、降伏した敵か今の。わかんないわ。あれ、乗り越えれない。なんかここ降伏する敵多いな。降伏してなかった。あ、後ろかい。迫撃は撃つな。よし、これミサイルじゃないか。あれ、はいはいつかもう武器取れる。取っちゃおう。よし、で食料物資があったからいただいちゃおう。あら、うん、1.3 近い。あー、でもこれ重い。動作が重い。そういうヘリだもん。ヘリやだ。